ニが襲おうとしとったんじゃない？ The caiman was trying to eat us。 ちょっと怖い、さっきワニがおったで。もう亀産卵しとったんじゃない、そこに。卵ないね、でも。ないね。わ、すごい、こんなとこまで登ってくるの、亀。てか、亀って淡水にあんなでかい。すげえ。すげえ。亀の卵や。うわ、柔らかい。どうもこんにちは、あずみです。ということで今回のターゲットはキャットフィッシュ。狙う場所は本流、もう河川ですね。生き餌じゃなくて、魚、こういうの。あ、この竿持ってきてたんだ。で、仕掛けはこれシンカーに船みたいなのついとって、こんなんですね。ナマズ来た。え、来てるこれ。あ、来てる。オッケー。おっしゃ、来た。来たよ。来た来た来た。早くも来たよ、ナマズ。キャットフィッシュ、キャットフィッシュ以外っていうのも面白いかな。結構すんなり上がってくるよ。そんなに引かないね。弱い弱い。もうピラルクとその戦いくらうかな。おおお、ここに来て抵抗する。お、ここに来て上がらなくなってきた。浮上しない。おおおおおお。うわ、すげえ。ボトムに引っかかったみたいになってる。なんじゃこれ。こっから動かんぞこいつ。魚はついとるけどね。え、これ何これ。上がってこんよ。動いてるけど上に上がってこうへん。え、これめっちゃでかいんじゃない。めっちゃでかいよこれ。多分上がってこんもん。生き物ですかこれ。本当に木に引っかかってるみたいな。あ、来た。あ、はずれ、なんか引っかかってたんかな今。木に巻いとった可能性ありだな。あまりに上がってこんかったよね。小さいとか言って怒った。お、え、エイがエイが釣れたやん。スティングレイ、スティングレイって言うんだ。オッケー。こいつだから全然上がってこんかったんかな。え、殺すんかな。あ、そういうことね。うまいもんや。あ、笑ってる。なんか全然違うとこ引っかかってないこいつ。うわ、あ、2本針があったんだ。